エルヴィンの防衛にでも取り憑かれたかい？そうであってほしいですよ。僕らに力を下さるのなら。こうなってしまった以上はもう、みんなとエレオを回収できなければ、僕らに未来はありません。兵長。話し合うことができて情報が手に入るなんて、とてつもない幸運だよ。まあ、本当に運が良かった。敵の上陸を阻止できたのは偶然だ。マーレが始祖の巨人と王家の血を引く巨人、二つが揃えば世界は救われる。ただし、その秘策を明かせるのは条件が揃ってからだと。ものだな、エレン。それは本当です。思い出したんです。俺が一度だけ始祖の巨人の力を発動させることができたのは。アルミ、ベルトルトの記憶は何か見たか？いや、役に立ちそうなものは何も。時間はねえぞ。ジークの寿命はあと3年もねえ。そうなる前に話し合えないのかな。マーレや世界中の人と話し合って誤解を解けば。誤解？誤解って何のことだよ。だから僕たちは怖くないって。世界から見れば俺たちは巨人に化ける怪物だ。そこに誤解はないだろう。別の道があったんじゃないかって、そればかり考えてしまう。僕は誰よりもエレンを理解しているつもりだった、ミカサよりも。でももうわからない。エレンは一人でもやるつもりだった。エレンに協力しても見放しても最悪の選択になっただろう。とにかく大勢の人間を殺した。俺はお前らに継承させるつもりはない。なんでだ？お前らが大事だからだ。他の誰よりも。だから長生きしてほしい。はあ？てめえ！何赤くなったんだ！どうすんだよこの空気をよ！すまん。ジャン、夕日のせいだよ。みんな赤くなってるからさ。そうか、夕日なら仕方ねえよ。エレンと話そう。僕とミカサと三人だけでエレンの真意を確かめるんだ。話し合ってどうする？もしジークと同じ目的だったら。巨人化の薬を入手した兵団には選択肢がある。まさか信頼できる他の誰かを巨人にしてエレンの始祖を継承する選択だ。君たちとエレンを面会させることはできない。どうしてでしょうか？義勇兵とエレンの接触が明らかになったからだ。おそらくエレンはジークに操られていると我々は見ている。他ならぬ君たちだから話したが、くれぐれも内密に頼む。エレンが、そんな。
ったのだ。しかし総統、エレンが黙秘するのでしたら、なおのこと僕たち二人がお役に立つのではないでしょうか。確実にエレンから真意を聞き出せるとは申しませんが、試して損はないはずです。なぜアルミンの言う通り損はないはずなのに、どうしてダメなの？考えられるとしたら、平成剣はすでにエレンを見限っているのかもしれない。まさか。緊急事態です！エレン・イェーガーが地下牢から脱走しました！兵を総動員して捜索するんだ！了解！急げ！我々は行くぞ！アルミ、一体何が起こっているの？大丈夫だよ、ミカさん。エレンなら分かってくれる。話し合えばきっと分かってくれる。私を殺したくて仕方ないんでしょ？殺したくないよ。もう殺す殺すって君はそればっかりだね。誰かとそっくりだ。エレン、君と話したかったのは僕らの方さ。どうして単独でマーレ襲撃に至る選択をしたのか、本当にジークやイエレナに懐柔されてしまったのか。俺は自由だ。俺が何をしようと何を選ぼうと、それは俺の自由意志が選択したものだ。イエレナと密会した後の行動もエレンの自由意志なの？そうだ。いいえ。アルミ、お前はまだ兄のところに通っているだろう。それは本当にお前の意志か？何を。記憶が人を形成するのなら、お前の一部はベルトルトになっちまったんだよ。敵国兵に恋心を抱く敵国兵にな。アルミ、お前の脳はベルトルトにやられちまった。敵に操られているのはお前の方だろう。エレン、あなたは。本来の自分を失い、ただ命令に従うためだけに作られた一族、つまりは奴隷だ。やめろ、エレン。俺がこの世で一番嫌いなものがわかるか。不自由なやつだよ。もしくは家畜だ。エレン。そいつを見た。ミカサ、お前が大嫌いだった。エレン、よくもミカサ。お前はただそれだけだ。なあアルミ、お前とは昔から喧嘩したことなかったよな。なんでかわかるか。お前と俺じゃ喧嘩になんねえからだよ。それで結局何が言いたかったんだよ。ミカサを傷つけることが君の求めた自由か、どっちだよ、クソ野郎に屈した奴隷は。誰が奴隷だ。行くぞ。で、お前はなんでエレンにタコ殴りにされたんだ。そろそろ話してもいいだろう。ミカサを言葉で傷つけたから、僕から手を出して殴り返された。は？なんだ？
行こうエレン、今自分にできることをやるんだ。こっち向け、ドレ抜かねえとその腐れカスに結末でぶち込むぞ。アレン、いっ